身長ビヨン、医師学科学生成経営が専門医、身長先生こと田辺です。今日も全身全霊でね、身長に関する答えをしていきたいと思います。身長が欲しい人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日なんですけど、ズバリなんですけど、身長塾を開講します。パチ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 ってことですね。私もですね、まあこれでまあかなりいっぱいコンテンツを皆さんにお届けしていると思います。YouTube だけでも400本以上ってところで、まあそれに加えてですね、まあ TikTok とかインスタとかブログも含めて様々な媒体で皆さんに身長に関する知識をお届けしてまいりました。その中ですね、まあ身長を伸ばす知識って本当にね、まあ複雑で難しいなというのが、まあ一つの考え。まあ一方で、まあ奥が深くて面白いなというふうなことも言えると思います。で、私としてはまあかなりね、皆さんにまあそのまあ無料でわかりやすくお伝えしているつもりなんですけども、やっぱりですね、まあ、もっと体系的にね、皆さんに学んでいただく場が必要だなというふうに考えています。あとは私の中で今ですね、まあそのまあ、ビジネス用語になっちゃうんですけど、カスタマーリレーションっていう単語にすごく興味があります。患者さん、まあ、顧客、患者さんとの、まあ、関係性みたいな和訳になりますけど、その、ね、まあ、関係性を築くっていうところが私としては今後の私の課題だというふうに考えています。で、それはなんでそんなことを思ってるかというと、それはその、まあ、例えば今まではこういうふうに、まあ、YouTube だったりだとか、まあ、そういったのを見て、まあ、かなりいろんな情報を皆さんにお届けさせていただいて、皆さんも、まあ、私の人となりだったりだとか、あとはまあ考え方だったりだとか、まあ、本当にシンプルに学術的な内容の理解だったりだとか、そういったのを含めて、あ、この先生って面白いなとか、この先生の言ってることは正しそうだなとか、そういったところを思っていただいて、じゃあ実際受診してみようと。それで受診すると、まあ、60分とかのカウンセリングがあって、あ、すごく分かりやすかったし、まあ、金銭的にも納得いくの部分があったから、じゃあ治療してみましょうってことで治療すると。で、その人たちに関して言うと、今までは私としても、まあ、関係性が築けてるっていう表現になっていますので、それはまあ、素晴らしい結論に至ったという表現だと思います。ただ一方でなんですけど、まあ、残念なことに、まあ、例えばカウンセリングが来たんだけれども、その後にやっぱどうしてもなんとなくその、まあ、いろんな理由で、ね、まあ、金銭的な理由だったりだとか、思ってる治療効果がないとか、まあ、いろんな理由があると思うんですけど、その段階で、まあ、いわゆるまあその脳、イエス、ノーで言うと、ノーを、選択されるケースももちろんあるわけです。で、それは別に私全く問題ないと思ってて、それが当然普通の、結果だと思ってます。それはそれでいいんだけれども、ただ私としては、そういった、まあ、ノーの人にも、さらに何かお届けできないかなというふうに考えてるというか、なんかそこで0か100かみたいな選択に今となっちゃってるのが、なんか少し違和感があるんですね。で、今後私は、まあ、今までね、これ、まあ、身長に関して、まあ、一生懸命やってて、まあ、ほぼ間違いなく私が、まあ、ナンバーワンというふうに言ってもいいぐらい一生懸命やってるというふうに思う、まあ、というか自信持っていると思うんですけども、今後は本当に私のこういった身長の治療だったりだとか、まあ、知識だったりだとか、まあ、そういったものを本当に、まあ、全国の人に広めていく、アジアの人に広めていく、世界の人に広めていくということを本当にやらなくちゃいけないというふうに使命感を持って今考えてますね。その、まあ、ビジョン、ミッションですね、そういったのは今のところまあ再作成というか、改めて今、よく検討しています。まあ、例えば現状として考えていることだとすれば、2044年ですね、2044年の時点で、まあ、小学生と中学生って合わせると大体1000万人なんですね。で、私の、まあ、身長伸ばせるメソッド、大体その時期の、子たちが対象ですね。1000万人のこのうちの 70% に身長を伸ばすための知識を広めるっていうのを私のミッションというふうに掲げていこうかなというふうに考えてます。で、これの正確なことは8月の1日に決定する予定なんですけども、まあ、そういったことを掲げています。つまりできるだけ多くの人に身長を伸ばす知識を皆さんに広めたいというのが、私の強い気持ちになって、で、これなぜこんな強い気持ちがあるかというと、これに関して言うと、身長を伸ばす知識が持っててマイナスの要素が1個もないから、もうプラスの要素しかないから、だから本当にそういった意味でもぜひこれを皆さん届けたいというふうに考えてます。で、例えばなんですけど、まあ、身長を伸ばすっていうような知識を通して、それこそダイエットのことにも注目できたりだとか、無駄な肥満をなくしたりだとか、それこそガリガリになっちゃうことを抑制したりだとか、本当に結構ね、成長全体にとってはプラスになると私思うんですね。で、本当にその食事を見直す機会だったりだとか、睡眠を見直す機会だったりだとか、まあ、運動を見直す機会だったりとか、本当にすごくね、いいことしかない、もうはっきり。だから、これは少なくとも全国民、本当に 100% で普及させたいんですよ。ただ、100% さすがに無理かなと思って、70% っていうふうに今のところ漠然と目標を立てているんだけども、700万人の人にそういったことを届けたいというふうに考えて、で、それのまあ、礎じゃないけど、まあ、その最初の一歩として、身長塾っていうのを開講しようかなというふうに考えています。あとは
はやっぱりですね、我々の方で、まあ、初心に来ていただいて、まあ、カウンセリングをすると、まあ、89ページかな、とりあえず、まあ、とんでもない量のカウンセリングの内容を皆さんにお伝えして、まあ、90分とか説明したりもするんですよね。で、まあ、短いで60分ぐらいですけども、まあ、そういうふうにかなり長時間の説明を行って皆さんに説明をするんですけども、これちょっと非常にまあ残念というか、まあ、当たり前といえば当たり前なのかもしれないけど、普通にですね、まあ、採血の結果に基金で、まあ、大体1週間後2週間後来ていただくんだけど、その時普通にですね、全くですね、説明してないんじゃないかっていうぐらいですね、全く同じ質問がですね、まあ、来てしまうことが非常に多くあります。まあそれが悪いとかではなくて、やはりそれだけ身長治療というのは複雑なんだなというふうに私も思ってますので、まあ、そのやっぱ複雑さを回避するというか、そこをもっともっと理解していただきたいというところで、身長塾っていうのを開催していきたいというふうに考えています。で、身長塾に関して言うと、現状として今と考えているのは、毎週水曜日からですね、まず開講していって、まずはオフラインですね、オフラインから開講していって、まあ、オンラインというふうに開講していって、それを水曜日だけじゃなくて、今度は、金曜日、月曜日、土曜日というような感じで、まあ、複数曜日、活動していって、最初はですね、まあ、受講の項目も、まあ、1項目っていうところから始めていこうかなと思うんですけども、そこもですね、いろんなバージョンですね、睡眠に学ぶ90分とかですね、例えばですけど、あとビタミン D に関して学ぶ120分とかですね、まあ、そういうふうになんか、まあ、項目をたくさん設けていって、本当にね、一個一個勉強していただくという機会を設けていきたいと思いますので、8月1日以降ですね、開講ですね、予定しておりますので、ぜひね、楽しみにしておいてください。それではまた。